1月24日スタート金曜ナイトドラマ女子高生の無駄遣い見てねー、田中望むことバカ役の岡田結衣です。よろしくお願いします。ありがとうございます。九条翡翠こと魔女役をやらせていただきます、井本彩香です。よろしくお願いします。オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、岡田結衣です。井本彩香です。こんにちは。印象なんだろう、変わらずめっちゃ真面目みたいなイメージ、うん、私ももうこのまんまですずっと喋ってます。いい意味でずっと喋ってて、はい、あの場を盛り上げてくださってます。なんかダンス踊ったりしてて、そうですね、ほのぼのしながらみんなで見てます。もうやっぱ JK なんで体動かしてやってます。なんかハンドクラップって言って、なんかなんだっけ、2週間やってマイナス10キロっていうそういう動画があって、合間にこうやってもうなんか可愛いんだよね、踊ってるのが。でそれを先輩が見てます。いつも優しい目で可愛いなって、もう私たちは動けないよって言いながら見てます。3つしか変わんないんですよ。3つもでかいよ。中1の時だって中3でしょ、うちが中1、中1の時かぶんないのか。役作りしなくていいんじゃないかとかっていろいろめっちゃ言われます。ハマり役っていうのすごい言ってもらうんですけど、すごい共感できる部分が多分めっちゃあるのがハマり役だと思うんですけど、共感もできるんだけど、どっちかっていうと難しいなと思うので、なんか自分的にはなんだろう、調整しつつも楽しめる役みたいな感覚です。本当にバカぴったりだなと思いますし、もうすごい勉強になりますね。はい、本当に思ってる、本当に思ってます。いつも言うよね、このやり取り。そうですね、生身の人間より死体の方が好きっていう本当にすごい癖の強い役なんですけど、この役で髪の毛も切ったので、もうこの役にハマってちゃんとチャレンジできてると思います。なんか魔女感めっちゃ出てるよね。そう、なんかもう服とか、もうその魔女の部屋とかも、本当アニメのまんまで、すごい入り込めるので、すごい、はい、楽しんでやれてます。結構仕草とかが特徴的なので、それを勉強したりとか、やっぱり初対面の人とは目が合わせられないとか、目が泳いでしまうとか、挙動不審になってしまうとか、そういうのをなんかネットとかで調べてました。あ、それ取り入れてた。取り入れて、はい。すごい。え、なんだろう。あれ、でもそっか、普通に通ってるんだもんね今。はい、もうじゃあひたすらなんていうの、仕事も大事だけど、もうひたすら今高校を楽しむっていうことは、私はもうあの送る言葉、高校は戻ってこないし学生は戻ってこないから、自分はそこを楽しめなかった、楽しめたけどちょっと楽しめないところもあったから、なんかそこがすごい後悔あるから、そこは妹ちゃんには後悔してほしくないなっていうのが。分かりました、ありがとうございます。女子無駄にかけて無駄遣いしないようにしてください。わかりました、お金の無駄遣いはなるべくしない。お金かい。お金かい。ドラマ女子高生の無駄遣いは金曜夜11時15分からスタートです。ぜひご覧ください。岡田結衣と井本彩香でした。バイバイ。